皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画はちょっからネタっぽく、激安ギターアンプに高級エフェクターを突っ込んだらどうなるのかみたいな感じのことを、してみようかと思います。まあいろんな音をね鳴らしていくので楽しんでいただければ幸いです。ことの発端としてはね、このねベリンガーの GM108 というギターアンプ、これがねめちゃめちゃ安く売られてたんですよ。うちのお店のすぐ近くにトレジャーファクトリーっていう、なんか JR 相模原駅からブッと、うちのお店に向かっていく途中にリサイクルショップがあるんです。トレファク、まあ皆さんの地域にもあると思いますけども、そのトレファクに先日ぬるっと行ってみたら、この GM108 が税抜き980円という激安価格で売ってたんですよ。まあ値段調べてみたらね、あのアンプもねそこそこなんかね年相というか年代古いから、まあ値段そうなのかなって感じはしたんですけどね、980円か、ふんふん、ちょっと面白いなと思って、ぬるっと買ってみたと。でぬるっと持って帰ってきて、ぬるっと鳴らしてみたら、なかなかぬるっと面白い音が出たんで、まあぬるっと動画でも作ってみようかなと思ったんですが、そんなぬるっと動画を作っただけじゃ面白くないなと思ったんで、こちら株式会社シングスさんからお借りしているエフェクトを勝手に使わせていただこうかと思います。こちらはビヨンドチューブプリアンプといって、真空管を内蔵しているプリアンプなんですけれども、3万円以上するんですよ。普通に買うと結構な高級じゃないですか。まあもっと高いエフェクトあるけどもね、プリアンプでこの、ね、サイズで3万円超えてるってなかなかの価格ですよね。この激安アンプが中古でも30台買えてしまう。新品でもね8000円とか9000円とかあったんで、まあ、少なくとも3台以上は買えてしまうというですね、そんな高級エフェクターでございます。こちらの高級エフェクターをビリンガの GM108 に突っ込んだら、さあどんな音がするのか、そのところも楽しんでいただければ幸いでございます。試奏環境としてはいつも通り BL1 ビル・ローレンスの BL1 からカナルドシールドで、ベリンガ GM108 に行って音を鳴らしていこうかと思います。いろんな音を鳴らしていこうかと思うので、音を聞いて、あ、この音好きだなとか、この音あんま好きじゃないなとか、なんかこの音あれっぽいなとかって思っていただけましたら、チャットとかコメントとかでお気軽にペペッとね、音についてコメントしていただくと楽しんでいただけるのかなと思います。チャットとかねバーって言い合ったりとかするとワイワイして面白いと思いますので、お気軽に音についてこの音好きとか、かっこいいとか、あんま好きじゃないとか、なんとかっぽいとかってコメントしてみてくださいませ。それではやってまいりましょう。とりあえずこのアンプ、アナログモデリングアンプリファイアと名前がある通りモデリングアンプになってるんですよ。このスイッチ、アンプ、モード、スピーカーとあるんですけれども、それぞれ3タイプ選べるようになってて、このアンプがウィード、ブリティッシュ、カリフォルニアで、このモードがクリーン、ハイゲイン、ホット、スピーカーがフラット、UK、US という感じで、まあ333で9通りですね。9通りのサウンドが楽しめるようになっております。順番に鳴らしていってみましょう。まずは初期プリセットであるこのウィード、クリーン、フラットの音、鳴らすと、まあ、かもなく不可もなくなクリーントーン、ギターのクリーントーンって感じです。鳴らしてみましょう。トランジスタのギターアンプって感じですね。この1弦と2弦がやっぱりちょっとこのパンチが弱い感じがしてしまうというか、でもまあね980だったら全然問題ない、過不足ない音です。こんな感じの音です。まあギターアンプって感じですね、普通の。こんな感じです。このアンプのつまみを真ん中のブリティッシュにしてみましょう。そうするとイギリスの香りがするはずです。イギリスに行きますよ。イギリス、これがイギリスっぽいのかどうなのか全然わかんないですけども、まあ箱鳴り感みたいなのありますよ。箱鳴り感、
のところをカリフォルニアにしてみましょう。アメリカに行きます。アメリカに突撃です。行きます。アメリカ。どうでしょう、アメリカのサウンドするでしょうか。するような気がしますです。まあこれがその左側のアンプのつまみって感じですね。で真ん中のモードはもうちょっと分かりやすくてクリーン、ハイゲイン、ホットとなっております。まあクリーンはその名前の通りクリーントーンなんですけれども、まあこの真ん中のハイゲインするとゲインが高くなるんでしょう。やってみましょう。ハイゲイン、ほい。このめちゃめちゃこのザラザラした感じっすね。なんかすごいこの紙やすりのなんか10番台みたいな感じですごいもうザラ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 っていう感じのこう滑らかさのかけらもないような感じのすごいなんか音と音がガチャンコーみたいな感じの。感じのサウンドがしますよね。なんかガチャンコーって感じのドワードワーみたいな感じのそんな感じのこのゲイン感でございます。ホットにしてみましょう。クリーンハイゲインときたからにはホットはもうとんでもねえ暖かさに違いねえ。ホッツ。そういう音がこのガッチャンコーって感じのなんかすごいこのうわーって感じの みたいな感じの音がしますね。すごいこの滑らかさのかけらもないこのボーンみたいな感じの音でございます。これがそのハイゲインとホットの音でございます。で右側のこのスピーカーは多分このキャビネットのシミュレートのことだと思うんですけども、下がフラット、真ん中が UK、上が US となっております。順番やってみましょう。まずフラットの状態で音を鳴らすとこんな感じ。UK、イギリスに行きます。イギリスの香りがします。イギリスの風が流れるぜ。香りがしますでしょうか。 US 行きます。アメリカの香りがします。
ちょっとまあ結構微妙なラインですね。この一弦弾いた時のこのこのハイの出方が UK だとちょっと結構バコーンって感じですけど、 US だとちょっとこの丸まってくるかなぐらい。そんな感じでございます。このスピーカーに関してはちょっとこう微妙な感じですね。でもちょっといろいろこの組み合わせを変えてみましょう、このブリティッシュハイゲイン UK っていうこの真ん中真ん中真ん中のサウンドだとどんな感じになるか、こんな感じ。ちょっとこのゲインを抑えてみましょうか。ハイゲインにしたけど、それっぽい。少しにするとちょっとこの箱鳴り感があるような感じのサウンドなんですかね、するような気がします。アンプをカリフォルニアでモードハイゲインのままでスピーカー US の方にしてみましょう。そうするとアメリカ系な感じが、ちょっとこの荒い感じが、さっきよりもその細かいですけども歪みのこの質感が、サウンドと違ってなんか結構この粒が荒くなった感じがしてきますよね。でなんかねいろいろとね鳴らしてたらね、僕はねこのアンプを上にしてモードを上にしてスピーカー UK にしてでゲインをマックスでこれでもまあいいんだけど、まあ、これでも別にいいんだけども、ここからさらにもうちょっとこの歪みを足したいなっていう時にこの EQ をね、このねブーストしまくるっていう裏技があるんですよ。これよりももっとこの歪ませたいんだけども、このドライブつまみがもう結構限界ですっていう時、こういう時にこのねローとミッドとハイをねこのねガーって上げるんです。今これフラットの状態だと、感じだけど、これをガーッと上げていくとまたさらにパワフルになる。おらおらフルブースト、そこピーキーな感じでしょ、面白くないですか。こんな感じの音でございます。
ございます、こんな感じで、ね、この9つの組み合わせがあって、まあ、それぞれの音が楽しめるというモデリングアンプになっております。ちょっとねこれで980だとなかなか買いだなって感じですよね。リバーブとかねディレイとかそういった空間系も欲しいところではあるんだけども、まあこの年代のギターアンプでねそういった、ね、あの FX とか内蔵しているものはまあなかなかないから、まあそこまで文句は言えないかなって感じですけども、まあこんな感じのベリンガ GM108V トーンっていうシリーズの、ギターアンプの音でございました。でこっからさっきも言ったようにこの激安アンプに高級エフェクターを突っ込んでみると、突っ込んでみるって言ったら別にこの、ね、オラボーンってやるわけじゃないですよ、この物理的ではなくこの、ね、音質的に電気的にでございます。電気的にエフェクターをかますということでございます。ぶつけるわけではございません。さっきも言った通りこのねビヨンドチューブプリアンプなんか3万円以上するんですよ。で一応このねあのトランジスタンプ、まあ、こういう真空管を使わないトランジスタンプでも真空管ライクな温かみを持たせることができますみたいなことを歌ってらっしゃるので、またこうねペッと音作りをしてみて鳴らしてみるとまたこうなかなかいい感じの影響をもたらして面白いとかなると思うんですけども、ちょっとクリントーンからいってみましょうか。また普通のクリントーン、良ければこのね高音源側のねこの音の立ち上がり、この立ち上がりに注目していただきたいです。普通のクリントーンって感じじゃないですか。バーンと突っ込みます。この1弦2弦
たような少しこの歪みを強い状態にしても鳴らしてみましょうか。歪みを上げてみましょう。で今これエフェクトが入ってない状態。こんな感じの音でオンにすると、エフェクト入れるとやっぱりこうなんかすごいこの音がこうめちゃめちゃこうね艶が出るというか、なんかめちゃめちゃ良くなっていくのが分かるかと思います。まあやっぱこういう高級エフェクターはですね、こういう激安ギターアンプでも全然有効だということが分かっていただけたかと思うんですが、聴き比べちゃうとちょっとまあね分かっちゃうけれども、でもまあもともとこの GM108 も980の割には結構頑張ってくれてる方だと思うんですよ。まあこんな感じでね、いろんな音が出せるギターアンプもたまにはね、トレファクとかリサイクルショップ行ったりとかすると掘り出し物が見つかったりとかするので、皆さんもいろいろこうね、あのアンテナを高くして、探し回ってみると面白いおもちゃに出会えるかと思いますので、そのまま探してみると良いかと思います。とりあえず僕は今回トレファクでこのベリンガの GM108 を980円でゲットして結構満足だったんで、皆様にご紹介をさせていただきました。またね、面白い機材とかね、トレファクとかリサイクルショップとかでまた買えたらまた動画で、紹介して遊んでみようかなと思いますので、もしよければ楽しみにしていただければ幸いでございます。それでは、そんな感じで今日の動画も終わりにさせていただきましょう。最後になりますが、私滝沢勝成、Twitter などでやっております TAKIJAWA 滝沢という名前で Twitter やっております。もしよければね、ご意見とか感想とかリクエストとか何かありましたら、リプライをねバーッとお気軽にしていただければ幸いでございます。そしてこのビヨンドチューブプリアンプ、商品が気になる方は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、もしよければホームページとかチェックしていただいて、楽器屋さんとかで見かけることがあったら試奏とかしていただけると良いかと思います。普通にめちゃめちゃ面白いというか、なんかずるいかますだけですごいめちゃめちゃ太い音がするからちょっとずるいです。ちょっとチート的なエフェクターではあるんですけれども、見かけたらなかなかね、ない機会だと思いますので、ぜひ試していただければ幸いでございます。それではこんな感じで終わりにさせていただきましょう。今回の動画は激安ギターアンプに高級エフェクターを突っ込んでみたらどうなるのかという動画でございました。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。